当時、梅野さん後のあと梅野さんがこの会見で彼の,そのジャッジへの不満を、まあ、リング上でも不満の表情をされていました彼の不満をぶち上げられましてその浩ジ選手の,そのスポンサーとか人気とかそういうものがあの判定に反映するようじゃあのおかしいとか、まあ、さらにあの セコンドや選手同士が一番どっちが勝っているか分かっているっていうような、まあ、かなり長い時間不満を訴えられたんですが、まあ、今回のジャッジについての、まあ、佐あさんの言える範囲での見解といいますか、まあ、その発言はまだ聞いていらっしゃらないと思うんですが、まあ、何かあの具体的な意義を申し立てるとかそのアクションについてはあの今、検討している段階という。 こととだっったんですかちょっと意見あの僕常々思うんですけどあの本当に多分今日もスプリットディシジョン多かったと思います人がつける当然クライテリアがあってつけますであのジャッジに文句言うんだったら3分3ラウンド時間があるんだから完全決着つけろ、うん、選手たちに、うん、あの僕はそこでもうジャッジがどうついても もうそれはもう右に上がるか左に上がるかそれい出したらこの競技成り立たないんでだったら3分3ラウンドの中で自分が倒れるか相手が倒れるかっていうやるかやられるかっていう試合を僕はすべきだとそれは酷な話だと思いますけど当然ジャンジに文句言いたいと思います逆だったとしても文句が出たと思いますしそれは僕競技とプロモーターとして競技はもう全部競技運営に委ねてるんで。 プロモーターとしての忖度は絶対働かない。働かせないってことは、もう僕、ルールミーティングでも毎回言うんですね。選手に前日のルールミーティングで、だからそこには、僕らの意図とか意向は、逆にあのこうしてほしい、ああしてほしいって、プロモーターとか主催者的な意向って、当然あの、いろんなスポンサーさんとか、いろんな方がいらっしゃるのは、あってのことではあるんですけど、そんなところに忖度してたら、こんなもん続かないんで。 あのそこはもう福田さん以下にお任せしてることなんで、まあ、クレームがあるんであればそこはレフェリージャッジ陣に出していただければいいと思いますけど酷なことを言うようだけどあのそこはもうあのこれまでもどんなスポーツでも必ずあるんですねそういうあの、えー、ジャッジに対しての不満はでも、まあ、あの格闘技においてはその限られた時間の中で完全決着をつける。 そうなるリスクをがあるんだったらもうルールミーティングで完全決着ルールをルールレフェリー自陣にじゃあ答申するべきだったかもしれないしそれを最初に掛け合うべきだったかもしれないし、まあ、我々を信頼して当然リングに上がってくれてることでもあると思いますので納得するまで競技陣と梅野選手とで陣営であのやり合ってほしいというか確認し合ってほしい。 と思いますちょっとすみません、今の件の補足というかあれなんですけど、今まで、その雷陣の中で、判定に不服をその唱えたというか、抗議してきた事例っていうのは、今までは1回かでまあったんですかまあ、まああの今日のあんだ、今の梅野選手の抗議の意向とは別に、今日の結果においても何件もあります。あ<ー>はい、当然あの 明選手の試合で明選手側からもこんなのありえないよみたいな話はあるんですよ、まあ、当然だからその時はみんなあの選手もそうだけどセコンドでもう今試合終わった直後で熱くなってるじゃないですかだからまあみんなで一日眠って冷静になってもう1回その映像を見返してみてそれはあの僕らも真摯に向き合いますんであのでジャッジ陣はですねジャッジとかレフェリー チーム競技運営はだからそことあのしっかりあの話し合う形がいいかなと思いますけどまあこれはもう過去の歴史においてもむちゃくちゃゃくあります梅、ね、野選手はその要はメリットデメリットを考えると文句を言えない状況があるみたいなことも会見でおっしゃってたんですけどじゃあそんなことは一切ないっていう,ういやないですよ、はい、だからどんどん文句言ってくださいそそんんんんなななんなかか 妄想をしないでくださいだから今からでも別にクレームがあるんだったらうちの競技人が向き合いますから何においてどういうことが自分たちとして納得が今のジャッジにおいていかないのか,だからそれは毎回あの紙で出してもらって言えるそんな何かもう,うこれを言ったら何かされるとかなんていうことも何もないので、うん、あのそれはこの競技をさらに良くしていくためにはそんなところに。 あのなんかモヤモヤ感を梅野選手が残した理梅の選手側が残してほしくないと思いますんでぜひやってほしいと思います。わかりました。ありがとうございます。